皆さんもジャリットです。今回ですね、先週につきまして、今期2023年秋アニメ海外キャラクター人気ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回ですね、第4週目、始まってから第2回目の海外キャラクター人気トップ10ということで、いつも全部でね、アニメトレーニングさんの3本、女性キャラも男性キャラも2人もそれぞれの、トップ10順番に紹介していきたいと思います。というこれ、前回のランキング見ましたか皆さん、めちゃくちゃおもろかったでしょ思わず爆笑というかなんか、まあすごい、ね、面白いランキングもあったんですけれども、単純に笑っちゃうっていうね、あの色のカオスな感じになったんですけど、今回もこれまたカオスで、ね、あの作品の人気がやばすぎることによって、もうすぐカオスな中でね、やっぱあの作品とかあのキャラが人気なんだなって見えてくる部分もあって、また新キャラとかね、おついにこの作品のキャラ入ってきたって部分もあります、ね、非常にね、面白い感じになってますもん、ね、なってると思います。ぜひね、最初から最後までお楽しみいただけたらと思います。皆さんの、ランキングの感想とかね、皆さんの推しキャラなんかどんどんコメントお待ちしてます。というところで、早速ですね、まず、第4週目、女性キャラもトップ10から紹介していきたいと思います。ということで、第4週目、女性キャラもトップ10、それが、こちらというところで、プリーレン2週連続宇宙そして、フェルンちゃんが1ランクアップ2、3位が2ランクアップ、マオマオというで、ヨルさんが2ランクダウンして4位というところですね。新作の勢いがすごいということで、フリーレンが、フリーレン、フェルンで1位、2位、そして、クスリアの主人公、マオマオが3位というところですね。止まらないぞというこの新作たちが、入ってましてね。また、まあまあまあ、最新はね、すごい感じになってましたね。うまかったですね。あのさっき話も面白かったなと思いながら。ねえ。フリーエンド・フェルヤもさすがと。ヨルさんが4位、アネちゃん5位という子をね、親子で4位、5位と。第6位、ラフタリアという子ね、2週連続5位。ラフタリアの海外人気ってすごい高いみたいですね。なんかラフタリアがバーンってメインでめちゃくちゃ可愛いとか、そういう回をやってるイメージじゃないですけど、タツノリちゃんはね。で、なんか6位と。うん、どっちかでモテヤスとフィーロタンがね、フィーロタン入ってこないんかい。アネちゃんは入ってくるのに。おかしいですね。はい。で、第7位が、インダからね。で、第7位、吉本静香。第9位、花園はかりという子はね、百科の人気がすごくてね、ヒロインが3人一気にボンというね、風に入ってきましたけどね、エイアイさんは果たして入ってくるのかというところなんですが、3キャラがね、3人同時にこう、やっぱみんな人気なんですね。前回はね、あれ、カラネちゃん、そうだよね。あれ、前回ってさ、静香ちゃんが入ってて、カラネちゃん入って、はかりちゃんが入ってないっていうランキングだったのか。っていう中で今回はしっかり3人とも入ってきましたよという3人仲が深まってランキングもしっかり上がってきたというところですけどね、なってます。はい。てか静香ちゃんめっちゃおもろいね。アニメで見るとシュールすぎてめちゃくちゃめちゃくちゃ最新は面白かったんですけどもね、8位と。第10位がテラコマリガンデスブラッドというところでついに入ってきましたランクイン。いやー、コマリもっと上でいいぞっていうのはね、思いますけど、海外人気でもともと入ってなかったんで、そういう意味では、ね、ようやくなんかこう、作品自体もね、入ってきたなっていう感じですけれども、キャラもね、入ってきて何よりっていう感じかなというのはね、思ってますけれども、はーい、という中で、コマリようやく入ってきた。こっからね、さくなちゃんとかも入ってくるのか、まあ、どうなるのかってところですけどね、楽しみだなと思いながら、11位が、レイ・テイラーか。で、12位、クレア。で、13位、フーコ。あ、フーコ5ランク上がってる。いや、フーコちゃんが入ってこないなんでやねんっていうね。アンデラは別に海外作品人気としてもありますんで、なんでやねんと思ってるんですけども。ねえ、やっぱちょっと100カラに押されてますね、明らかに。100カラが3キャラもいますからね。で、今、あ、ビル・ウェイズも14位なんだ。全員巻き。釘崎のば、15位、16位。はぁ。あー、カイツはここか。カイツも全然入ってこないなって前回言ってたんですけどね。アルファ、デルタ17、18だって。いや厳しいですね、なかなかね。っていう中でやっぱフリーレンとクスリア、この人気やばい中で、まあ、スパイもさすがですね、ヨルさんとアーニャでね、結構もう同じ作品よりガンガン入ってきてるっていう中で、まあそういう意味ではコマリンはね、ようやく入ってきたって感じです。もっともっと上がってほしいなっていうところですが、フリーレンがさすがの1位ということでした。おめでとうございます。はい。というところね、やっぱフェルンちゃんもね、僕大好きですが、フリーレンね、ミミックに食われちゃったりちょっとなんかね、朝めっちゃ弱かったりとか、ギャップがいいんですよね。たまんないですよね。1位となってます。おめでとうございます。はい。では続いてですね、第4週目、男性キャラもトップ10紹介します。それですね、こちらというとこで、シタルク2ランクアップ1位来ましたね、シタルク。もうね、前回ね、やっぱ神回聞いたんですかね。頑丈すぎるシタルクね、リーニエ戦やばすぎたんですけども、2ランクアップして1位来ましたよね。レンタロウね、前回ね、もうやっぱこうね、百股をする男は違うなっていうところで1位取ったんですけど、今回1ランクダウンして2位。で、ロイドも3位というところで、シタルクがね、2ランク上がったことで、この2人が下がったと。第4位がシドカゲノという、これ1ランクアップと。いうとこで、第5がジンシか。前回の4位が、あ、そっか、ヒンメルが入ってたのか。今回は入ってないよね。
うん、っていうところで、フリーレンからはシュタルクだけか、男であればね。で、シドカゲノが4位で、第5位ジンシ、サナンカ、ジンシ上がってきましたね。ジンシは全然上がってくるキャラだと思いますよね、確かに。めちゃかっこいいですからね。まあ、かっこいいだけじゃないんでしょうけど、やっぱり。第6位が岩谷直文という、2週連続5位という、これ、直文もいいじゃん、6位か。ね。第7位アンディ、アンディ上がって2ランクアップ。第8位が石神千空、千空ですね、1ランクダウンも8位と。第9位ゴブリンスレイヤーさん、お、ゴブリンスレイヤーさん9位。第10位がダミアン、お、ダミアン入ってきましたね、10位というところにね、なってます。で、この、キャラクター人気もね、これ連続に来る対象ないでしょ。だから本当は多分呪術のキャラがね、入ってくるはずなんですけれども、今回は、あ、そうだね、本当は8位が五条さん。8位五条さんやってるけど。12位虎杖。13位七海。14位伏黒。本当はね、多分これがしっかり対象になってればガンガン入ってくるんでしょうけど、そう、なんか謎にね、2クル目は、連続2クル目は表から外れるっていうわけのわかんない仕様をアニメトレーニングやってるもんですから、入ってきてないんですけど。まあ、あと、まあそういう意味では、まあそんなに意外性はないですかね。めちゃくちゃ面白い時もあるんですけど、まあレンタルはやっぱすごい人気なんだなっていう感じはしますけどもね。国内ではじゃあこのランキングにならないですみたいな。シュタルクとかね、ロイドとか、シドカゲノは高そうです。ジンシとか。ね、お金高そうですけどね。レンタルがめちゃくちゃ高いっていう。アンディもいいじゃないですかね。はい。というか、まあ、各作の主人公はね、軒並み入ってきた感じですけども、シュタルクが2ランクアップして、1位獲得という形になりました。おめでとうございます。はい。今後どうなるんですかね。ちょっとね、またレンタルが1位取るかもしれないし、まあ、シュタルクとかもしれないし、ジンシとか1位上がってくるかもしれないし、静岡家の方が本気を出すかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、これ非常に楽しみだなということですが、ね、シュタルクが1位でございました。ではラストですね、2人組もトップ10紹介して、以上となります。第4指名、2人組もトップ10、それが、こちらというところで、レンタロウはかり2ランクアップ1位レンタロウ押しつか2ランクアップ2位レンタロウからね、1ランクアップ4位レンタロウお前どんだけ何またしとるねレンタロウこれ どうすんのこれ最終的にトップ10独占しようとかそういう気なんかこうお前はこれ何なんこのランキングマジでガチ何なんすこれレンタロウすごいなこれ。いや分かる気持ちは分かるけどさ、そんなランクインするみたいなまあ前回ねレンタロウ破壊レンタロウ静かレンタロウからで3、4、5でめちゃくちゃ面白かったんですけど、レンタロウが 3つもあるんでめちゃくちゃ吹き出したんですけどね。その中で前回ロイと夜が1位だったわけなんですけど、今回はね、ロイと夜は3位というところになりまして、レンタロウ破壊とレンタロウ静か1位と、はかりちゃんとレンタロウの回が一番好きなんですかね。まあ、かなでちゃんはやっぱツッコミ役的なところがあるから4位なのか、まあ、僕はめっちゃ好きなんですけど、まあ、静香ちゃんもおもろいですかね。っていう中で、ヒンメルフリーレンは3ランクダウンも5位という子ね。ヒンメルフリーレンってさ、そのなんかちょっと随所に絡みがあるんだけど、これがまたいいんだよね、これね。はい、っていうね。第6位、ジンシマオマオという、これもっと上がってきそうな気がするね、1ランクアップ。第7位、シュタルクフリーレン。お、入ってきましたね。シュタルクフリーレン、フリーレンじゃない、シュタルクフェルンですね。シュタルクフェルンは、ここらへんって一番人気ない勢いが気がするけど、もっともっと上がってきそうな気もしますね、これね。どうなんだよ、シュタルクフェルン、ジンシマオマオもっと上がりそうな気がする。レンタロウたちがちょっと幅取りすぎだ、これ。好きなんですけど、ちょっと俺おかしいだろ、パワーバランスバグってるよ、俺。はい。第8位がダミアンという、ダミアンやね、2ランクダウン8位という、これ。まあ、豪華客船編ということで、まあ、やっぱダミアン君との絡みがね、ちょっと今のところ少ないですから、なかなか上がりづらいのかなと。第9位、レンタロウなの、お、エイアイちゃん入ってきたというこうね、やっぱこの3キャラに比べると今のところちょっと弱いのかなっていう感じですね。女性キャラも入ってなかったらし、2人部門も、レンタロウなので、9位というところにね、なってるというところで、11月7日でしょ7日だから入ってんな、普通に。対象にも入ってたけど、入ってないか。うん。っていうことで。まあ、このうちね、だからだんだん上がっていくと、マジでトップ5、100巻の独占とか意味わかんなくなる。なりかねないんですけど、どうなるのかっていうところですよね。はい。で、第10位が、直屋志乃、来ました。いや、これおかしくないこのランキング。いや、さ、これさ、まあ、カノカノもさ、あの4股するっていうか、2股する先なんですよね。うん、で4股するのが最終的に、そんな感じでね、進んで今話が言ってるわけなんですけど。これ、シノってさ、これ付き合ってないよ。これさ、あの主人公の、このカノカノっていうのは、百科のね、もう運命の人だから付き合うしかないって死んじゃうんです、その死ね。ね。カノカノはもう直哉が好きだからね、もう付き合うってめちゃくちゃな作品なんですけど、サキサキってもともと幼馴染の子が好きでずっと告白し続けて、まあ付き合ったわけですね。で、もともとそれ彼女。で、渚なんて子はいきなり出てくるわけです、その第一話でね、アニメでも。で、それでまあ付き合うこと、まあ、二股するわけですね。そんな中で、まあ、そのシノちゃんっていうのが、そのサキサキとめっちゃ仲いい子みたいな感じなんですよね。
でこうさもう実は直哉のことが好きですみたいな感じで話は進んでいくんですけど、なんで入ってんの。いや入んのはいいよ、なんでこの子が一番上なの。僕も一番好きでした。このしのちゃんがねもうたまらんない、2期もしのちゃんしか勝たんっていうそういう展開なんでね。これちょっとおもろいな。これちょっとおもろいな。制裁を押しのけて4人目のヒロインがランクに入るってめちゃくちゃなことが起きたんですけど、ミリカもいるのに。いやまあ4社4社でめっちゃ好きなんですけどね。いやおもろいランキングやな。でこれまさかのカノカのランクインシーンがめっちゃ嬉しいんですけど、まさかの直哉としのが10位っていうカノカの中で一番上っていうね、やばいことになりましたけど。あとはどうなってんだろう。あとはえっと11位がゴブリンスレイヤーか、牛飼い娘、幼馴染ちゃんか。11位あここいいよな。レイとクレアが12位。13位テラコマリビルヘイズ、これ入ってこいよテラコマリビルヘイズ。リュウとマリア、アンディ、もうカノカノ圧倒的じゃんってことは。じゃあ僕これさ、これ下にななあんのかなと思って、ナオヤとそのミリカとかあんのかなと思って見たけど、ナオヤとシノが圧倒的に輝いてしゃっ。いやカノカノマジでおもろいから見てください。ねえか主題歌やばいからマジで、中毒性えげつないんで。おっていうところね。お前ちょっと100カ年やっぱ笑い性完全に取られちゃったし、海外人気も取られてる感じしたんですけどね。これで2人組人気入ってきてくれるってことはまだまだ人気あるぞってことで、おめでとうございます。よっしゃーっていうことで、もう何また系する主人公の、2人組が 4つも入るっていう異常なランキングの中でね、まあロイド・ヨルとか、ヒンメル・フリーレン、まあやっぱこうフリーレン非常に人気ですね、フェルン・シュタルクとこう2つ入ってきて、まあまあ人種クスレアも非常に人気っていうのが見えてくる中で、スパイファミリーも、2部門てか100カ年4つか100カの4つでした。100カの4つとカノカノが1つっていうことで、なんか意味わからんことだ。一作品で4つも入るの初めてだ。はい、もうでレンタローも異常ならね、ランキングも異常になってしまったというね、めちゃくちゃ面白い結果になりましたけど、海外キャラ人気はこんな面白いことになるとは思ってなかったんですけどね、まあ、引き続きレンタローがねこう彼女を増やすためにこうおかしなことになっていくのか、まあ、それともだんだんランクはねもちろん分散して下がってしまうのか、まあ、非常に楽しみですけどね。はい、っていう中で毎回こうレンタローね、はかりとか静かでこれ1位が入れ、なんかそこが入れ替わったらまた面白いんですけど、どんな風になるのか、またまたランキングね、いろいろ変動ありそうで、まあ、フリレンとかね、やっぱクセリアとかまだまだ上がってきそうな感じもする、その辺もね、まあ、非常に楽しみかなというふうに思いますし、カノカノの動向も、非常に注目なところだなと思います。はい、という感じで、今回の本期2023年明けアニメ第4週目、海外キャラクターに企画トップの紹介は以上となります。今週ありがとうございましたというところでね。まあやっぱりシュタルク、フリーレンというか、まあ、フリーレン、そもそもフリーレンの人気がものすごく高いなっていうのが見える中でね、やっぱクスリアもね、めちゃくちゃ人気だなっていう新作の人気見えてくる中で、まあ、10月に2期は2クルメなんで対象外ですけども、スパイファミリーもね、さすがだなっていうところで、結構やっぱ同じ作品の今期は特にね、なんかランクインしてる印象で、2人組部門もいつもはもう先めっちゃばらけるんですよ。だから結構、あ、このタイトル海外この人気あったんだみたいな、結構入ってくるんですけど、今期はもうね、他の追随を許さない100カノというめちゃくちゃな作品がありますから、ちょっとやばいことになってますけどもね、まあ、引き続きね、ちょっとどんな感じになっていくか、僕自身も非常に楽しみだし、皆さんもね、またお楽しみいただけたらなと思います。はい、ということで、ね、今回の動画は以上となります。またね、引き続き、海外キャラクター人気、またね、海外ランキング、海外人気ランキング、また個人的ランキング、感想をどんどんね、また上げていきます。ぜひね、これ、気にしないと怒るかもしれません。嬉しいですし、またね、未来ではどんどんね、また感想とか、皆さんの推しキャラとかね、ランキング、まあ、面白かったと思うんで、いろんな思いなんかもね、コメントお待ちしてます。まあ、個人的には、カノカノで、名古屋としてのが一番人気なのが吹き出しましたというところで、カノカノみんな見てね、100カノも面白いけど、カノカノもおもろいぞということで、以上になります。ご視聴最後までいただき、ありがとうございました。